動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。音の木の消失の件だけど、あれって過去に付箋がさらに作られてたんだよな。それも2017年より前のことさ。あの頃も今思うとかなりひどい出来栄えだったぞ。ヒイラギショックから2012年前半の粛清が一段落したら、今度はその頃あたりの連中も置き換えるかもな。いつのことかはわかりませんが、問題作の一年だったことに変わりはありませんね。2017年以前ということで、大阪市営地下鉄時代ですから2015年あたりが問題でしょうか。2015年がない問題も、1年やと赤名組からすれば2014年の方が問題やろ。いや、2015年度はそれ以上にヤバい1年やったぜ。そういうことで今回は音の木関係の問題の付箋となった2015年の問題点を取り上げてくぜ。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。2015年問題って今になって急に言い出すやん。ひでえもんはひでえんだよ。収録を始める前に6つ問題点をメモったけど、この収録の途中でも新たに問題点が発覚するかもしれんぞ。特にノーマルアットとずんがりファンの野郎どもがな。じゃあノーマルアットと三島健二が2015年の問題点の先般ってことで OK だね。あの連中のやってることはこっちにも周知済みやから言い逃れは無理やな。なんだてめえ、俺らずんがりファンを散々コケにしよってよ。役立たずが何を抜かしてんねん。ただのマスターアットたちと戦ってただけやろが。三島、お前もどう考えたって先般だろが、なぜさっさと白樺姫を救出しやがらなかった。ねえ、だからノーマルアットと三島健二が2015年の問題点の先般。まあこいつらに限らず2015年度は問題点が山ほどあるんやで。収録前のメモやとざっとこんなもんやで。まあ日本エリアとパルナス界隈だけで問題点が多いこと、結論から言うとこういうことやな。やってることがほとんど変わっとらんかったわけやし、こんなありさまやったら月給を最低でも週に1回は公開できる水準に揃えるべきやったな。で、その延長線というのがノーマルアットとずんがりファンの絡みだね。うっわ、何もかもがことごとく空回りしとるやん。とりえがサードパーティーの集客力だけやん。肝心のサードパーティーも赤田組にとって足かせな奴らばっかじゃねえかよ。月の宮が鈴宮氏から離れてパルナスの人を名乗るわ、鈴宮氏が崩壊するわって当時のサードパーティの末路だぜ。しかもカリンカ連合も絡んでくるからかなり立ちの悪い状況やな。カリンカルートとズンガリルートが調子に乗りすぎたってことだね。2014年と2015年はグラチャンルートにとって不利な環境なのが厳しいよね。正直なところグラチャンルートを冷遇する年はろくなことがあらず、
ませんねんな。2016年のグラチャンがそのことを証明しとる以上、グラチャンルートに重点が回ってまうで、作者やアット創始者ともども、当時の三島健治やノーマルアットは偉い迷走しまくってたわな。そして赤田組側が JR といまいち相性が悪いんもマイナス要素。畜生、そういうことやから、赤田組を差し押さえて暴れ回れると思うたんや。それを見越して白樺姫の救出と舞鶴の奪還を狙ってたんだけどな。せやけど、ノーマルアットは USJ に阻まれたんやな。ええ仕事をしてくれたであのメンツたち。俺もノーマルアットの巻き添えを食らう形で盛大にとっちめられたぜ。俺らずんがりファンのミッションは、白樺姫と舞鶴を連れて帰るはずだったのに、ここまでめっためたにされるってどういうことだよ。俺らずんがりファンは日本エリアの攻略に向いてねえのか。日本エリアは赤田組と USJ がおるから、てか両者に対して立てつこうと企てたんもマイナスやな。他にもおったんやで、 USJ に立てついた愚か者。ハウリマのことだね。てかあいつはどういう目的で突き鉄かに網におったのかよくわかんねえな。サブリナのやつ、日本エリアのコンテンツを取り入れたことを理由にジャンクと呼んでたぜ。一応言っとくと、ほんまのジャンクテーマパークはこういった形になるやろうかな。まあサブリナのあのセリフは別の形で付箋となるんやけど、例のムツゴのことじゃん。あれもパロディだらけで、よくも悪くもジャンクテーマパークみたいだったよね。てかそのムツゴの方が名実のジャンクテーマパークだったんやないか。幻の第1話におけるパロディ元となった奴らを今でも覚えてるぜ。自分たちが古いからという理由でビジュアル関係においてかなり背伸びしとったがな。サブリナがジャンクテーマパークって呼んだ相手がはっきりしない感じだなそれ。ただ USJ はノーマルアット陣営を締め出したおかげで、結果として赤田組は白樺姫を救出できた。その功績は絶大なもんで、2016年の頃になると完全にノーマルアットの出る幕がなくなったぜ。まあノーマルアット陣営は鍵っ子、特にクラなど編成に頼りっきりだったのも逆風だった。2015年の時点で鍵っ子も含めてサードパーティはパピパピパフの環境だったからな。ちなみにパフの環境というのは、月球にモール系オンラッピング以降の世代のことだ。なんでノーマルアット陣営は私たちの世代以降を避けてたのかな。それくらいクラなど編成が重要だったってこと。全くよくわかんねえよな。まあ肝心の車両が語るのが大きいけど、2015年の問題点はまだまだあるで。てかまだほんの一部しか言及してへんしな。ノーマルアット陣営が求めたもんは赤田丸の収録で知らせてもらったぜ。公式アートワークってな。まああそこまで追求することやらへんねんけどな。そもそも鍵っ子にこだわることやらへんし、カラーズ陣営、さらに言いますと鍵っ子の件も大元はシュガーミントが原因なんですが、それはヒイラギショック自体はシュガーミントと全く関係があらへんしな。少なくとも2015年の問題は過去のノーマルアット陣営の迷走の結晶なんは確かやな。尺が余ったら問題点を取り上げ切った後に改めて言及してみっか。てか2015年って鉄道乗車機をやってへんやないか。コビッド19が広まってる2020年度や2021年度、ワクチンを3回接種した後の2022年度ですら実行したちゅうのに、どう考えても逆だって。なんで2015年度の実行実績がレロなんだよ。おいおい、トルティナヤまだ1380系も走ってたし、もったいないことをしてかしたな。突き鉄かいわいよ。これはノーマルアット陣営の仕業だな。赤田組だけでやるってのも考えものだったし、それに当時は特に近鉄5820系関係を優先的に対処してたという事情もあったのだ。それくらい当時はめちゃくちゃだったのだ。う
ルッパ、何もかもが余裕のない環境だったのか、こんな環境をどこで断ち切ったらいいのか、ものすごく迷っただろうよ。見劣り環状線からピエロが撤退して、鍵っ子も自滅してたタイミングで見切りをつけたんやな。正直言って、スリーブレスのスクールベストで、車を組み合わせてた光景にはめっちゃ呆れたで。そのせいでスタートたちに逃げられてどうしようもなかったんだよ。そりゃあ、誰得なことをしでかしたら飽きられるに決まってるじゃん。なんて理由で鍵っ子たちを見限ったのだ。逆に言えば相当粗末な内容であったということか。皮肉にもそこから赤田組がどんどんノーマルアット陣営を追いやっていったな。スタートに至ってはその勢いで俺たちより先に白樺姫を連れて帰ってたんだよな。鉄道乗車機がなかった分、喧嘩養成媒と言わんばかりに活動させてもらったぜ。それで次の二つ、こいつらは同じ状況やから一気に言わせてもらうで。この問題点は決して赤田組関係が日本エリアと相性が悪いことを象徴してるわけやあらへんで、一応言っとくと、確かに日本人にとっての最大の天敵は同じ日本人同士なんやけど、バルナス界隈も日本語と英語が公用語やから、そのように赤田組で国を差し取るわけで、むしろ赤田組はテレビ番組に対してそっぽを向いとるから、結論を言うと紅白で聖子とレインと音の木と夢の国が揃ったところで何の価値もあらへん。これは赤田組からしたら、むしろ夢ギア京都の花すがやに集まってこそ価値を感じるのか。確かにこういうのは紅白や脳死に夢地でやった方が絶大な効果が出るわな。ちなみに下のやつは当時の都市伝説やな。まあ2015年と2021年は目玉があらへんかったのが、このような惨状を作り出した原因なんやけど、他社線はものすごく苦戦しまくってたやろうな。2021年は目玉のない年末年始を余儀なくされたんやし、むしろ近鉄の楽の階級運用が大きな目玉やったで。赤田組のバトラーもあまりにも目玉がなくて退屈やったから、みんな楽に乗りに行ったくらいやし、もっとも本質が別にあるんやけど、結論になるからあえて最後に回すで。当時のエルニーニョのレベルは異常で、2年続けて西日本が冷夏やったんやけど、当時の大阪エリアは連日で36度以上やったし、38度に達した日もあったから、いまいち実感が湧かへんかったで。猛暑と冷夏の両方があった時は2020年が知られておるやろ。通が8月にも食い込んだら霊下というジンクスを平然と打ち破っていったのう。2015年は暴れたら最悪な鬼怒川が暴れに暴れてぐちゃぐちゃになりよった。あの時期に台風が来たらぐちゃぐちゃになってまうで。ちなみに日光占いの日光やけど、ほんまは何にもなく、大阪エリアでのエリアメールが880万人訓練オンリーで終わる年に日光占いで日光が当たった時と同じように飛んでくるんやけど、セリフがあいつともろかぶりやで。天使のニコニーが直接大阪エリアに飛んできた方が手っ取り早いやろそれ。で、結論を言うけど、間違っても赤田組が音の木を嫌ってるとかそれはあらへん話やで。どちらかというと2015年度の一連の問題が2017年の夢路20周年の火炎奏のプランなどに悪影響を与えていったわけや、京都の花札屋も当時は元気がなく、とてもやないけど音の木がやってくるような余地すらあらへんわけやし、その過去は今の音の木に完全に植え付けられており、その上でアースムーンやコンサートバッジの件もあるわけやから、夢路30周年火炎奏で音の木たちが消される未来をユニバースが何としてでも変えなかん話やで。ちなみに火炎奏における音の木の同期は2016年春の結衣がきっかけやったけど、正直タイミングがあまりにも遅すぎやで。とっくに2組が出てきてるじゃん。せめて2015年の夏くらいからやるべきだったぜ。そういうことで2015年の一番の問題点は2027年の5月の火炎奏に向けた伏線を作り出したところ、ユニバースが本来のあるべき姿やアースムーンを導いて、音の木が正当に月鉄界隈で動けるように仕向けるで。ただそれもそうやけど、6月にとうとう恐るべき事態が起きよったんやな。話は聞いてるで、とうとうやつがやってきたようやな。これは新たなレガール対戦のトリガーが切られたな。ええやろ、ぜひとも受けて立つで。
何、東湖が君臨したやと。一度目に見たが、9820慶司さんの宮に行けなかった日が出てきたというのだ。さては、次世代一般者が東湖にバレてしまったのだろうか。うむ、今になって君臨したところで手遅れなんやがな。あの新しい MC カーが新たな相方としてレガールを盛り上げてくれるのや、悪あがきはそこまでや。